鉄道博物館とは、鉄道に関する展示、保存を行う博物館の総称である。本校では世界にある鉄道博物館を地域別の一覧として示す。過去において使われた歴史的価値のある鉄道車両や鉄道施設、その他の鉄道関連資料などを収集、保存し、来訪者に展示、公開している。主に鉄道が歴史的に果たしてきた役割を称え、未来における鉄道の発展を教えるという形をとる。これらの施設は、先進国、発展途上国を問わず存在する。展示内容や方針によって、博物館的な性格を持つ施設、公園的な性格を持つ施設など様々である。本格的なものは、博物館法の適用を受ける施設もある。展示物についても様々で、交通機関全般を扱っている施設もあれば、鉄道関連の展示物のみ展示している施設もある。経営母体も、鉄道事業者が運営する企業博物館的なもの、自治体が運営するものなど様々である。下記の項では、鉄道を中心とした展示を行っている、博物館、もしくはそれに類似する施設の一覧を挙げている。各施設の詳細については、それぞれのリンク先を参照のこと。下記以外にも、国立科学博物館などのように展示の一つとして、数点程度の鉄道車両、資料が展示、公開されている博物館が数多くある。さらに、公園など公的施設をはじめとする各種施設にも、鉄道車両が保存されている例も多い。日本において、鉄道保存展示施設の始まりは、鉄道院総裁、後藤新平が、鉄道博物館を設置し、鉄道関係の資料の収集と保管業務を行うことを構想し1911年、鉄道院に鉄道博物館係を設置したことに始まる。その後資料収集、車両保管は進行したものの予算措置、用地取得に手間取り、その後、鉄道50周年事業として、博物館設置が具体化。東京駅北口に仮設施設を設けて、1921年10月14日、一般公開した。なおこの時点では、場所の制約もあり資料展示だけで車両の展示までは行っていない。しかし、1923年の関東大震災によって、資料を消失したために閉館となったが、直ちに再建に着手。1925年、呉服橋下道橋付近に移動して再開された。その後1936年に万世橋駅営業休止に移転した。下記のリストにおいては、博物館法に基づく博物館や博物館相当施設、あるいは博物館類似施設にも当たらないものが含まれる。北海道地方石炭の歴史村 SL 館に保存されている14号機マルセップ。森林公園憩いの森の雨宮21号東北地方関東地方鉄道博物館の館内中部地方近畿地方京都鉄道博物館の本館に展示されている500系、583系、489系の各先頭車中国地方柳原、ふれあい鉱山公園四国地方九州地方閉鎖した施設モンゴルのウランバートルやロシアサハリンのユージノサハリンスクにも鉄道博物館がある。テーマパーク化する鉄道系博物館の問題点展示物は娯楽性重視、学芸員は専門知識不足から東洋経済オンライン2017年10月7日閲覧。ありがとうございます。